はい、別館です。はい、今日はね、先週ね、はい、懐かしい小原玲子さんとか、はい、竹脇無我さんの話しましたけど、なんか名刺を持ってたっていうね。そうなんですよ、先週竹脇無我さんと、はい、とてもこう馬があったというお話を伺って、うん、そうそうそう、すごいね。で私がその、うん、日本テレビ時代に、うん、無我さんの密着取材という形で担当した時は、うん、うつ病を患われて、その後見事復活されて、うん、手記も出されたということをきっかけに、うん、2日3日ぐらい密着取材させていただいたんですね。その時に無我さんは自分は役者だからこれまで名刺を持ったことはないけれども、うんうん、ちょっと時間があったので自分で名刺を作ってみたんだ、うんうん、でその第1号に高清水さん、この名刺、名刺交換しましょうということでいただいた名刺ちょっと探してきました、はい、見つけてきました。こちら本当に名刺、竹脇無我さんのお名前と、そして龍の絵が描かれているんですが、こちらも無我さんがご自身お描きになったもので、名刺サイズなのでこちら小さくなってますが、実物の龍の絵は本当に大きいです、うん、1メーターぐらいの大きなこういうところにもう、うん、もう描かれてまして、うん、まあ何でしょう、こういう芸術的な才能もおありな方なんだなと思いました、うん、まあ、でもいい人だったでしょ。すごくいい方でしてね、ちょっと話すときもね、シャイな感じもまたいいんですよ、ね、ちょっと照れたような、ね、はい、感じで、やる感じがね、まあ、かわいいっていうかね、そういう、はい、まあね、本当に仲良かった人なんでね、そうですか、まあ、で私たちやっぱりテレビ局のスタッフっていろんな絵を撮りたいので、うんうんうん、いろんなリクエストをするんですよ、まあ、そこで佇んでくださいとか、うんうんうん、近くの河原にお連れしまして、うんうん、ここ歩いてくださいって何回も歩いていただいても、うんうんうん、文句一つおっしゃらずに全部のリクエストにお答えくださって、うん、お疲れじゃないですかと言っても、いや大丈夫だよって言いながら本当に優しい方でした。それは偉いね、私の時は日テレでね、うん、はい、なんかもう何度も繰り返してね、私チーフ長官ってことだったから、その時はね、はい、その時ね、もう俺水島ちゃんやだよこれ、こんなんでもやらされてさって、ね、無我さんそんなこと言わないで、ね、全国の、ね、女性ファンがね、あなたの、ね、素敵な顔待ってるんだからって言ったら、うんうん、そうかーとか言ってねでこうのそのそ立ち上がってね、だからそのね、甘えっぷりが可愛いっていうかね、そういう ね、 うね、いい人でね、だから私も大好きな男だったんです、うんうん、そういう意味でのね、演技としてもね、まっすぐな、ね、はい、演技でね、うん、まあ、当時ずっと日テレのドラマでね、歌謡劇場ってことで主役やってね、坂井和子さんとかね、ああいうのと一緒にやってた、でずっとロケとか一緒に付き合ってたんでね、うんうん、でこの字もですね、まあ、竹脇無我さんの直筆といいますか、うん、そうですね、こういう字をお書きになる、そういう字ですね、すごくね素敵な字をねお書きになるんだなと、人柄が現れてるなというふうに思いました、うん、お父さんはまたね有名なアナウンサーでね、そうですね、はい、NHK のアナウンサーで、そうそうそう、森重久弥さんと同期というか、そうそう、森重さんもだからすごい無我さん可愛がっててね、うんうん、ほとんど息子役とかね、森重さん自分のドラマでは必ずほとんど呼んでたみたいなね、うん、無我さんをね、なんかいう感じがありましてね、まあ、今日はちょっとねそういうね、もうあちらに行った人たちでね、うん、男はつらいよの、はい、下條まさみさんとはね、はい、まあ、別の仕事で一緒に、それは監督としてやってね、でね、それからそう仲良くなってね、うん、あの人も文学っていうかね、そういう意味ではすごく芸術的な社員だね、でも、ねえねえなんて言いながらねいや、そのなんていうの、うん、あそこの男はつらいよね、はい、現場のおいちゃんもやりながら他の仕事やって、それで付き合ってたんでね、うん、あ、そうだったんですか、いろんな、ね、はい、渥美さんの話とかね、うん、だから本当に例えば、まあ、あんまりこう、ね、うん、下條さんが言ったって言うとまずいからあれだけど、本当に楽しいね、うん、話というか、渥美さんと監督との関係とかね、いろんなことを、うん、やってくれるの、それから私が自分で他のドラマやって、うん、で、はい、監督やるでしょ、そうするとね、いや、ちゃんと見ててくれてね、あそこの回はすごく、あそこの部分はすごく良かったとかね、はがきで孔明に書いてきてくれてね、わ、それは嬉しいですね、うん、まあ、そういう人だったですね、だからね、まあ、もうちょっと有名になるとね、リュウチシュウさんとは、はい、やったことあってね、どこでもね、このおじいちゃんはやっぱ私ももう小津安二郎のすごい大ファンだから、はい、
もうね、リュウさんが、うん、あれ男はつらいでも、はい、御前様みたいな、ね、御前様で、はい、出られてましたよ、うん、来るんだね、本当に地味な普通のおじいちゃんの格好 で、でね、当時ねカバンがね、はい、私もあんまり金なその時あんまりなかったことだけど、うん、あの持ってるカバンがあったの、うんうん、まあ、あのエースっていうね、はい、あるじゃないですか、エースありますあります、有名な、はい、旅行バッグですとか、はい、こういうショルダーバッグ、うん、私が持ってたのそれ、そしたらリュウさんもそれ同じもの持ってね、それでひょひょってきてね、いいなと思ったんですね、いや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 、ちょっとリュウさん、もう私のと一緒ですよお揃いだったんですね、そうね、で、あの本当に素直、何でも監督の言うこと聞いてくれる人でね、そうでしたか、うん、でね、まあちょっとあんま暇な時ちょっと、せっかくもう会えるっていうのはもうこれからね、こう盟友にね、やっぱり小津監督どうでしたっていうの誰も聞いた、はい、もう何度も聞かれてると思うけどね、まあその撮影の合間に行くとね、やっぱりもう私はとにかく小津先生の、はい、先生の言う通りもう何にもしないですと、ただ言って言って先生が何か言えばこういうふうにすると、そのおかげでこういうことできてるというね、だから本当極めて自然な芝居をね、うん、やってるっていうかね、味がありますもんね、まあ、それで味が出てるっていうね、なんかそれと有名なのはね、もうギャラが決まってるのね、人は、あ、そうなんですか、どこ行っても同じというふうに決まってるらしいんだけど、有名な話もマネージャーなんか言いなかったと思うけど、ギャラについては上げてくれとも下げてくれとも、でもちょっと負けてくれって言っても絶対ダメ、ダメでも上げろとも言わないっていうのは、もう一貫して決まったお金をそれでなければ出ないしというね、そういう意味では徹底したきちっとね、はい、ケチとかそうじゃないんだよ、うんうん、もうそういうとこはもう関わりたくないというね、もう決まったお金であだこうだ、例えばシーンが少ないからね、拘束日数が少ないからとかそれ関係ない、多くても少なくても、もう仕事を引き受けたらもう決まったお金をいただくという、そうですか、まあ夢俳優ですからそれはね、いいお金なんですけどね、とかね、あと寅さんというとやっぱりいつ もうシリーズたくさんあって、はい、ね、御前様もそうですけど、はい、おいちゃんもそうですよ、はい、おばちゃんもそうですけれども、はい、出られてて、私寅さんが初めてウィーンに行くっていうシリーズがあって、竹下恵子さんが、そうです、コーディネーターで、ね、はい、でその時にやはり密着取材じゃないですけれども、取材をして、そして囲み取材があそこの帝釈天で、うん、あ、帝釈天、はい、はい、でそういういろんな思い出もある中で、実際に寅さんが亡くなった時、渥美二郎さんが亡くなった時の葬儀の取材にも伺ったんですね、はい、そしたら、まあ、監督さんですとか共演者の皆さんも本当においでになってて、うんうんうん、なんかこう拝見見てるだけでもう寅さんの世界が葬儀の場ではあったんですが、うん、もう そのものがこう家族の絆とかそういうあったかさとか感じられるような場面を目の当たりにしたことありました、はい、あれだって何十年もね、うん、そうです、50何本やってるでしょ、やってますね、それ年に3本ずつやったとしてもね、うん、もうそれでもね、はい、すごいですよ、そうですね、30年以上でしょう、もうそうですね、でまだ新人リポーター時代だったんですけれども、うん、その寅さん の、うん、映画 の PR の、うん、特集をやった時は、うん、衣装さんに行くと女性版のこう寅さんバージョンの衣装があるんですよ、うんうんうん、腹巻から帽子からこんな持つのから、はいはい、 ね、うん、あそこの帝釈天のあるあそこの参道ですね、うんうん、歩いてロケをして周りから寅子って声かけられた時期もあってあ、そういうこともあったなと思って、ね、草団子っていうかね、草団子も美味しかったですしね、あれね、渥美さんはもちろんね、浅草のね、はい、ああいうね、芸人さんから始めてね、うん、それこそストリップの間のコメディとかね、ああいう本当叩き、ビートたけしさんもそうなんだけど ね、 そうでね、みんなそういうところで育った浅草育ちだから、うん、何がすごいかっていうと、まあ変な言い方だけど山田洋次さんが分かってない、うん、共産党のねインテリ監督が分からない、うん、彼はでも見出してるからね、うん、落語の世界で面白いと思ったわけよ、だから花はじめさんとか渥美さんやったけど、渥美さんはまたそんな山田さんの知性とかね、うん、そういうものを超えた本当の人間のね、うん、あれまで徹底的にちゃんと詰めてね、
いたし生きたしね、だからあんなこういつも冗談言ってるような人じゃないし、うんうん、本当に無口なね、無口だったですよね、うん、それとご病気なさって、片っぽの範囲ないんですよ、はい、だから私らがあの知ってるから、あの例えば浅草のね大作店のあの、はい、こうバシャバシャだったら、ね、はいはい、よいよいよいとさってやる、あれなんか本当にできるのかなというね、本当体力的に言うとがっしりしてるように見えるけどね、そういう方だからね、でもちゃんとやっててね、でもそれもやっぱり撮影でやっぱりあのちゃんと細かく切ってね、あれ本当にいやいや大変だと思うんですよ、やったらもうぶっ倒れちゃうから、でもねそういうことを配慮してるの分かりましたしね、まあでもそういうもう安住さんのね持ってた昭和の良さ、ね、昭和の時代のバカだねと言いながら愛すべきね、あの懐かしいとかそういうものを持ったね日本の良さがね、あの本当によく出てたと思う。よく東南アジアの国に行って、あの食堂に入ると寅さんの映画が流れてたりしますよね、ありますね、あとあの移動の飛行機の中でも寅さんがよく分かるんだよね、分かるんですよ ね、 外国人もね、で言葉は日本語で別に字幕も入っていないんですけれども、そう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 、皆さんがすごく喜んで見ているって、そういう様子を日本人の私たちが見て、なんかこう誇らしい気分しましたよね、なんかあの、例えばね、芝居で言うとこうなんかその弟、義理の弟のねあれがなんか僕は悩んでるんですよ、こう言ってなんだろうなんて言ってそうするとあれってやるあれお前惚れてんなとかってこうやるじゃない、そう、ね、あの感覚っていうのはそのね山田洋次の映画にないんですよ、他のものに、他のね、とあの渥美さんが出てる作品以外のものを見ると、まあ、はっきりと全部失敗してるんだけどね、そういう意味で同じようなものをやりたいと思って、あの、まあ、いろいろなコメディとか、太陽になんとかとか、いろんなものを作ってるけどね、全部失敗してるけども、まあ、あの監督、まあ、は本当にね、寅さんっていうかね、あれにこう出会った、渥美さんに出会えたっていうね、もう監督の妙理に尽きると思うね。はい、でだからだんだん寅さんが年を取ってきてね、あの、まあ、おいっ子の、ね、吉岡君のね、あれになってくるとどんどん面白くなくなってくるやっぱり寅さん年取ってても朝岡瑠璃子とね、あったりとかね、まあ、最後それで飾ったけどね、まあ、というようなことがありましてですね、昭和は良かったという話ですかね、昭和の良さですね、本当にあの昭和に何が良かったかっていうのをもう一回ちゃんと見た方がいいと思いますね、単なるレトロな気分じゃなくて、あの昭和が持ったのを最終的に平成と令和で、まあ、平成で申し訳ないけど、まあ、陛下とかどうだじゃなくてね、平成の30年でほとんど昭和の要素が消えてしまった、まあ、天災とかね震災とかいろいろありましたけど、そこのところはねもう一回昭和の良さっていうね、何が我々の中から失われたかっていうね、ちょうどねこの間和歌山行ってきたでしょ、和歌山が行って東京戻ってきたら、なんと味気ない都会なんだろうっていうね、感じが、まあ、したね、まだ昭和の香りですとか、そういうのもあるところなんですね、まあというようなことあるんでね、まあ何が失われたかっていうのね、昭和のね、だって昭和ってすごいですよね、例えば底力っていうことで言えば、終戦から10年後にはあれですよね、新幹線走らせたり、東京タワー作ったり、オリンピックまでやっちゃったり、これってすごいですよね、前とにかく前行こう、前行こうってね、あの言うことあるけど、もうブチブチ文句言ってないで働こうっていうね、あの一生懸命みんなでやってみようっていうね、そういう感覚があったというのは、それともう一つは戦争はなくなったけど、みんな一丸となってね、日本を良くにしたい、きたいとかね、地域社会を良くしたい、みんなで幸せになろうねっていう意識はすごくありましたね、今は今だけ金だけ自分だけって、これ金持ちだけじゃなくて貧乏人もね、まともな貧乏人がいなくなったっていうね、もうとにかくぐちぐち言ってるだけのね人間が増えちゃった、それはもうかわいそうな状態ですよ、だから我々はもう無限のあの共感と連帯をするつもりだけども、立派な貧乏人っていう言い方変だけども江戸時代とかね、ね、明治、昭和、貧乏人だけど心意気のある、あの元気な貧乏人いたわけですよ、立派な貧乏人っていうかね、私なんかもそうありたいと思ってますけどね、やっぱり映画業界も、変わってきてますか、そうです、変わってますね、変わってますか、もう、まあね、もうちょっとなんか面白いことやろうぜと、どうせ俺たちはね、ヤクザな世界生きてるんだと、食いっぱぐらいだったらもうね、あの頭突っ込んで死んだってしょうがねえよと
その代わりでもサラリーマンみたいにね、うん、朝ちゃんと起きて8時に出勤とかね、うん、いうことしなくて自由だって、その代わりそのあれはいただかなきゃいけない、うん、それは皆さんに喜んでもらったり笑ったり泣いたり、うん、ね、いろんなものをしていただいて、うん、あの飯の種にしてるわけですよ、うん、だからねテレビ局はテレビ屋なんですよ。あ、そうですね、我々が映画屋がね活動屋って言われたようにね、うん、嫌なんですよ。あ、所詮まあ瓦もんなんですよ。瓦こじきっていう言い方あるけどね、はい、そういう意識がそこの部分がなかったら、うん、ね、本当にどうやってみんなを喜ばせるかっていうね、うん、それでみんな工夫するわけでしょ。そうですね、うん、だから漫才とかああいうとこはまだ少しね、そういう吉本とかああいう人、うん、芸人さんたちはね、はい、どうやったら喜んでもらって受けるかっていうね、うん、ことを考えるんだけど、うん、まあね本当にそういう意味で、うん、昭和のね、そうですね、時代劇見たいですよ、うん、時代劇みたいね、今時代劇ないないですね、もう時代劇大好きだから、はい、もう、はい、ということで、はい、時代劇の復活を願いつつ、はい、今週の、別館は以上です、はい。